美容整形版令和の虎、もう間もなく来るはずなんですよ。何遅刻してんだよお前。先生、お前師匠に謝れ。誰ですか？師匠に。先生、本当にすいません。高すだな、相変わらず細い。やっちまった。おい、カメラ回すんじゃねえこの野郎。おい、頑張るぞみんな。ではどうぞ。失礼します。今宵も美容整形の虎たちが美を求める志願者の挑戦を受け止める。ではまずご経歴をどうぞ。名前はゴンテオン、年齢は29歳、住まいは北海道、最終学歴は大学卒業、現在の職業はアイブロウと脱毛サロンをしております。はい、では今回の、希望する、整形の箇所を教えてください。希望整形箇所は二重、脂肪吸引、フェイスリフト、骨切りでお願いします。あなたが思い描く未来の姿は？美容整形を通してかっこいい自分を見つけ、美容整形の素晴らしさを伝える存在になりたい。では新しい自分に生まれ変われ、チェンジワルクス。簡単な経歴を教えてください。北海道の東海大学を卒業した後に、不動産に一番最初就職をして、その後、ダイエットをきっかけに、美容クリニックで働いた後にメンズ脱毛サロンで働き、その後札幌に帰省をし、トータルエステサロンで働いた後に今現在アイブロウと脱毛サロンを自分でしております。今回のプランを教えてください。僕自身写真を撮った時に、ノーマルカメラで写真を撮った時に、目の小ささと、あとは、このたるみ、まあ、年齢を重ねてきてのたるみが気になったりとか、あとフェイスラインが気になるので、そこを、改善したいというプランで今回はお願いしております。はい、わかりました。ご自身でゴン・テウォンさん、はい、どちらの国の方ですか？あ、韓国になります。韓国ですね。はい、はい。生まれは？生まれは日本で。日本で、北海道で、はい、なるほど。でずっと28歳になるまで北海道で。あ、そうですね、その就職したタイミングで東京でお仕事はしてるんですけど、はい、基本的には、はい、日本で。あ、じゃあ出身が北海道なだけで今は東京にいるんですか？あ、いえ、今はお店は、北海道で、はい、あ、北海道のところでやらせて。今日じゃあわざわざ北海道からいらっしゃった？はい、そうです。そうですか、わかりました。うちのクリニックの患者さんなんです。札幌ルトロアビューティークリニック防具院長、ドラゴン細いの師匠、前田拓馬。本当に困っている人のために、退院で満足できなかった患者様の修正手術を提供、東京レベルの最新治療を札幌で展開。そして裏の顔はベストボディジャパン日本一に輝くボディービルダー、修正を極めしドクターが志願者の求める美と真摯に向き合う。うちのクリニックの患者さんなんです。あ、そうなんですか。頻繁に来てくれて、はい、スキンケアとか、はい、がっつり整形ってわけじゃないですけど、美容が好きだなっていうのはもう何年も前から知っていて、偶然です。今見て、あれ、びっくりしました。と思います。いきなりこの紙配られてあれって感じ。今開けて写真見て、あれっていう。え、でもこの写真すごい変じゃないですか。そう、いやだからこの写真はちょっとかっこいいですよ。いやイケメンなんですよこれ。全然イケメンじゃないですか、はい、この写真すっごい変じゃないですか。この右の写真が結構アップやりますよね。わざとこういう風に撮って、これに受かろうとしたでしょ。いや違います、本当に20話を強調してるとしか思えない。よく言われるのが、写真より実物の方がかっこいいよねって言われることが多くて、あ、かっこいいってちょっとおこましいんですけど、はい、よく言われることがあって、やっぱコンプレックスというか、まあ、逆の方が嫌なんですけど。多分ゴンさん結構加工をしまくってるからっていうのがあるかもしれない。もう顎がこんな形でインスタグラムとか出てくるんで。あ、それになりたいんだ。なりたいです。そんな城之内みたいな顎になりたいの？なりたいです。城之内になりたいというね。一緒に撮った写真なんだけど、俺の顎もこんなになってるから。
え、な、何に城之内って城之内って、まあ、ジジイはもう黙ってたよ、調べろ、調べろ、うるせえ、お前は、うるせえ、まあ、パーパーかする携帯調べとけ。何に城之内って、城之内って遊戯王のキャラクターで、顎はしゃくれてる人をこう揶揄するキャラクターがいるんですけど、要するにそれぐらいなんかこう現代の人って顔をこう加工でとんがらせて、いや、ちょっと、まあ、異次元なというかね、ちょっとそう、異質な感じを出すんですけど、いや、てかその加工しない方が良くないですか、普通に。いや、よく言われるんですけど、もう多分女性の方もそうだと思うんですけど、僕も本当に加工アプリで撮っちゃうと、ノーマルカメラで撮れなくなって、まあ、YouTube とか僕もやってるんですけど、やっぱ YouTube も本当ノーマルで撮るの本当につらくて、それでもちょっと尖ったやつ、そうです、僕らあの令和のトラはね、ドノーマルで、全然と同じでこんなのしょぼい照明で撮ってんで、みんなブスに映るっていうね。そうだから、さっきのね、志願者の子もアイドルとかやってて、で加工しまくってたんですって、うん、だから本邦初公開みたいな感じだったんですよ、うん、女の子、あ、なるほどね、可愛い子でしたけど、ね、見た感じまあイケメンですけどね、韓流の、うん、うん、二重顎なんかじゃないし、二重もしたんでしょ、だって二重は、はい、埋没を固めだけ、先生がした、僕じゃない、はい、違います、以前働くっていう報告はさせていただいて、でそこの先生の一般病棟から働く先生が多分クリニックデビューするっていうので練習でさせてもらったっていうので、埋没を1時間ぐらいかけてやってもらいました。なんかこのあなたのね、不動産以外の経歴はやっぱりすごい美容に興味があるからこういう道を歩んできたんだ。はい、いつから興味があるの、その美容っていうものに。もう先ほどもお伝えしたんですけど、不動産の時にあのダイエットで28キロやってたんですよ。え、すごい。今より28キロ太ってて、ほう、そこからもう美容にもうどんどん追求していって。え、それまではいわゆるその学生時代も含めて太ってたの？そうです、もう大学生の時が一番ピークで、うん、もう89とか、今65、6とか、もうそれぐらい、一時は60キロぐらいまで落として、でその痩せた自分を見てもっともっとって思うんだ。そうですね、その痩せるだけじゃなく、はい、その外見を。そうですね、整形に関してはもう努力で補えるものじゃないので、うん、ここまでは結構努力で頑張ってきた部分もいろいろあるんですけど、うん、整形に関してはもうどうしても、まあ、自分もドクターではないので、うん、そこはちょっと皆さんにお力添えいただきたいなと思ってます。こういう男子って最近多いんですか？いや、まあ、いらっしゃいますよね。その僕らから見て何らその要は失点してないと思うんですけども、うん、ご本人はこうご自身にコンプレックス抱えられてて、やっぱり僕らもそこ折衷しなきゃいけないじゃないですか。やっぱりご自身のまあご意向と僕らのご意向をね、だからやる必要ないよって言って返しちゃうのはまたちょっと違うと思うんですけど、かといってね、不必要な施術進める必要もないですからね。でもやらんかったら他でやるんですよね。それやってくれるとかいくらでもありますから、ことになっちゃうから、うん、そうでしょうね、うん、この男女の比率ってどんな感じなんですか、美容整形全体でいうと。8-2ぐらいですね、うちも8-2ぐらい、うん、少ないです、男性の方が。昔はもっと女性が多かった感じですか？多かったと思います。男性の整形最近よく聞くじゃないですか。少し増えてはきてます。令和の虎の虎たちもね、なんだかんだでいっぱいやってるじゃないですか。8-2じゃなくて多分7-3か6-4回で メンズ多いですそれは翔太君だからです。アマソラは7-3とか6-4なんだ。いやいや、僕の多分ファンが男性多いんで、はい、女性にはあんまちょっと好まれないちょっとそりゃそうやろ、そうだないお前は女にモテるわけねえじゃん、お前も好まれてるわみたいなことを最近こればっかりやってるんですよ心配されてて、そう、失礼がないのかなってちょっと心配してるんでさ岩井さん本当は細井さんと仲悪いんですかとかって聞いていや、もうね、親先輩、そしてさらに、ね、その上の先輩までいらっしゃいますが、ちょっと今日気を引き締めてここ指定関係だからね、この二人がね。そうなんですよ、さら、うん、にその指定ですから、孫です、僕も。前田さんの方が細井さんよりも先輩なんですか？10個上。あ、そんなに上なの？おいくつなんですか？46。うわ、そんなーい。46はないっすよね。そうですけど、やっぱご自身もいろいろアンチエイジングでやってらっしゃるんですか？まあ、僕はレーザーとかそういうスキンケア系のものだけで、整形はやってないですけど。46なの？めちゃ若いっすよ。若い。若っ。そりゃね。いや、だって鉄さんより走るよね。鉄先生めっちゃ老けてるじゃないですか僕鉄と同い年ここで、ね、ここでいや、もうありえないよ鉄さん。そうですね、貫禄半端ないですそうですよいつも同い年と思われない。だってあの人30代でしょ。38です、ね、そのここでね、こんな46歳とかいるせいで、ね、ちょっとな、まあ、いろいろ老いたするんですよこのおっさんが。
その人か。あ、すいません。今分かった。あの、いやいや、言って言ってないですよ、そんな。あのなんか先月噂になってました。なんだ、もうちょっと早く聞けばよかった。そういうことですね。偉大な先輩がいると。すいません、あの置いてきぼりで。あ、全然大丈夫です。はい、そうですか、分かりました。前田先生があの萌えに燃えた時はどう思いましたか。いや、心配してたんですけど。でもそれでもやっぱりあの技術が素晴らしい先生なので、うん、やっぱそれに患者さんがもう皆さん来るんですよね。もう予約も未だに取れない、全然会えてなかったので。むしろプラスだった。いや、マイナスができます。それはさすがに人生ではマイナスよね。最近麻生先生、何でも炎上をプラスに捉えるのをどんでいきなりポジティブになったんですね。プラスではないわ、ね。美の追求を続ける志願者の挑戦、新たな自分を手に入れるため挑むこの戦い、序盤戦は虎たちのペースで議論が展開する。一体どうなる。いや、それにしてもその例えば、ね、骨切りとかフェイスリフトってさすがにちょっと山ちゃん的にもどうですか。いや、全然できるっすけど。コントワクリニック東京院長、骨切り山ちゃんこと山本隆博。専門は両顎手術をはじめとする輪郭整形、難易度の高い骨切り手術、鼻切開リフト、高難易度の手術で患者様と共に理想の美容医療を目指す。ガチンコ美容外科専門医、熱い情熱と最新の知識を持って美の最適解を導き出す。全然できるっすけど、どうなりたいかがちょっと分かんないですね。そうですね、僕の理想は、まあ、聞かれると思ったので芸能人で言うと、あの BTS のジョングクとか、あ、ジョングク、あとは、パクジフンとか、はいはい、ジェジュンとかにはなりたいと思ってて、僕ももう年齢が29歳なので、はいはい、まあ、一応親とかにもジェジュン目指したらって言われてて、あ、いけると思いますけどね。横ちょっと見てもらっていいですか。あとここの頬骨がちょっと僕出てるので。お顔何が気になるんですか。受け口とかは気になるんですか。男っぽい顔されてますけど、女の子っぽくなってもいいとかそういうのあるんです か、 なんか。あ、全然それは綺麗になれれば全然。山ちゃんが食いつくって珍しい、ね、いや、よくはなりますね。確かにもともと80点ぐらいもうすごい整ってるお顔なんですけど、そういう人こそ完璧に整えてあげると、うん、もうバチッとこうハマるっていうか、うん、めちゃくちゃイケメンにはなるんですよ。確かに、うん、どういうプランでどこをどうしたいとか、ね、うん、全部多分頬骨 V ラインを、さっき彼 の、 あの内面をフォロー。確かに聞きましょうか。そっち興味持ちました。山ちゃんのプラン、さっきも同じ、あの前半は人となりをね掘り下げてくださいって念押ししてるのに詳しいこと言い出した。いや、もうね、医者5人集まったらね、もうね止まらないですよマジで。ちなみにコンプレックスって どういう具体的にどんなところが輪郭で気になってて嫌だとか細かくありますか。もっと具体的に教えてほしいです。いや、もう顔が大きく見えるって、まあ、ちょっとアバウトでありますけど、うん、まあ、本当に特に頬骨とこの V ラインを作りたい。あ、 V ラインってやっぱあの大成先生みたいな V ですか。本当におっしゃる通り、あれぐらいシャキンでいいんですか。いや、本当に大成先生のインスタン見てて、まあ、僕も行って夢やり取りさせてもらったことあるんですけど、はい、あの変化は本当にすごいなと思ってて。カマキリみたいじゃないですか、あれ。あ、でもあれぐらい変化欲しいと思ってます。今日このジェジュン君とかを見てると、その単純にこうパーツが目とかが大きいじゃないですか、はい、今余白感があって顔が大きく見えてるのって、例えば目の力が弱い、まあ、目のね、うん、顔に占める割合が小さいからとか、そういった方向には思わないんですか。思っていて、僕自身多分麻生先生もおっしゃる通りで、あの前の動画で拝見したんですけど、多分二重を作ればいいと思ってる方って結構多くいると思うんですけど、僕は二重の幅は確かにこっちは広げた方がいいと思うんですけど、どちらかというと眼形下垂までは行ってないと思うんですけど、眼形なので少し開きを良くしたりとか、提案によっては全切開をして、まあ、切開もちょっと眉との距離がちょっと近いので幅はちょっとご相談にはなるんですけど、うん、あの美容整形外科医でもないのになんでそんな専門用語はポンポンポンと自分から出るか不思議でならないわ。もう視聴者がついてこれ、ね、すごい研究してんだね。そうですね、勉強して、まあ、あの、まあ、素晴らしい方たちの前であの全然知識はないんですけど、僕はカウンセラーで仕事してたのでちょっといっぱい勉強して、その時にそしてなんか謙虚ね、あなた。いや、全然です。いや、もう本当に喋り方が、いや、全然、うん、なんかナイスガイなんだけど、ナイスガイですよね。眉骨とか頬骨とかやっぱ少しね奥目に見える印象があるじゃないですか、そういうところもこう前方に出した、まあ、目全体ちょっと他の高いところを下げたいとかそういうのはあるんですか。そこは正直考えてはいなかったですけど、あの話を聞いてよければ全然あの
はい、ちなみにそのさっきジェジュン君っておっしゃってましたけど他なんておっしゃってました名前似ててちょっと分からない、BTS のジョンググ、ジョンググ、ジョンググ君ね、めっちゃイケメンですよ、ね、はいはいはい、はい、あとちょっともう一人はもしかしたら分かんないかもしれないですけどパクジフン、あパクジフンか、あ分かりますか、元ワナワンのパクジフン君、ジョンググ、結構その輪郭の整形でこの辺もその辺持ってくる方多いです、こうなりたいっすみたいな、あ本当ですか、多いっす多いっす、 K-POP の今の、でも結構みんなね輪郭しっかりしてるんですよね、こういう韓国アイドルの方々、しかもあの城之内系はいないんですよ、ね、そうですね、そうそうそう、だから韓国、城之内か韓国アイドルだったらどっちになりたいですか、いや韓国アイドルですよ、ね、じゃあよかったです、オペ受けそれだったら受けられそうです、城之内側に行く人いないでしょう、いやもっと尖らせた方がいいみたいなで、ね、顎まっすぐめっちゃ伸ばすみたいな、ごめんなさい、大勢と韓国アイドルはどっちですか、韓国アイドルで今だいぶ迷いましたけど、ね、ですよね、えだったらその科学とかは、渋谷アマスラクリニック院長ドラゴン細井、美容外科医としてあまたの施術を担当、 YouTube、SNS 戦略で事業を拡大し、医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなど、その活動は多岐にわたる、志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りる、だったらその科学とかは結構しっかりさせといた方がやっぱりいいのかなって、やっぱり一時期このものすごい V ライン流行ったじゃないですか、まあ 7,8 年前ぐらいですけど、みんな最終的に結局エラ再建してましたからね、もうここら辺すごい全部ここのね、もう自炊のとこからパシンと落としちゃう人多かったんですけど、もう首とかをつながっちゃって本当に逆にはっきりしない輪郭になったと思うんですよね、マックスワックスとかでも結構やっぱ再建多くてセメントでね、だから今の輪郭いいんじゃないかなと思うけどな、ジョングクは鼻これパシってやってますよね、鼻は、そういえば鼻は、鼻は、僕バスケするんですよ、うん、はい、ボールが飛んできたり当たったりすると困るっていう、そうです、なのでやりたい気持ちはあるんですけどそこがちょっと怖い、もっと硬くすればいい、固定されないバスケにも、要は彼が言ってるのって鼻は整形するとバスケやっててなんかボールが当たったりするとそれがなんかダメになるってことなんですか、固くこう固定されるので、はい、その衝撃に弱くなっちゃうんですよね、はい、だからパキッと折れてしまったら伸ばしたその鼻の高さがパキッと折れてしまったらそのままの形になっちゃう可能性が、なるほどね、じゃないで、じゃあ逆にその先を固定しない鼻の整形だったらそれはありだったりする、ありですけど前田先生は6軟骨使いますよね、耳だけでなんとかするって、今よりほんの少し高くするっていうのはもしかしたら可能かもしれない、ただそのゴンさんが悩んでるかどうかっていうのがね、整形する部分で一番大事なので、鼻先をこうはしたよね。ちょっとだけ鼻先を分けたいですね。ますよね、うん、鼻またそうそうそう、施術の話。そうそうそう、彼の内容何も知らんじゃない。でも本当に美容に対してはすごい一生懸命で、もうかなり前からそのそ、うん、なんていうんですかね、ずっとずっと一生懸命そこにかけてるっていうのはなんか、なるほど、うん、もう見てきたので、整形してその先々何か目指しているものとかってあるんですか？あります。美容クリニックを自分で出したいのと、あとは今こう自分でサロンをやってるんですけど、やっぱそういった時に女性の方も施術することがあって、やっぱそういう方に整形の相談とかたまに乗ったりもするんですけど。やっぱそういう時とか、まあ、単純に皆さんも医者っていう立場なので患者さんにこう話をする時とか、特にスキンケアとかもやっぱりその自分の肌が綺麗じゃない人に提案されても説得力がないんで、やっぱ僕自身はもう自分磨きを最高峰にもうやっていきたいっていうのがもうあるんで、まあ、僕自身やっぱりしっかりこう追求しないと、まあ、お客様にちゃんと伝えられないですし、まあ、そういった理由でもう本当に最高級のもうそういう BTS とかそういったところに目指したいっていうのがもうあります。極めたいわけです、ね、極めたいです、もう説得力ある人間になりたいです。あなたが美容クリニックをやりたいっていうのは要は経営者になって美容整形外科の先生をまあ雇用するっていう意味なんですかね。いや僕自身は本当に現場に入りたいので、カウンセラーとかも僕自身も現場に立ちたいです。カウンセラーっていう役職があって、医師が入る前に、患者様と、相談を受ける、まあ、よく細井先生がカウンセラークソって言うんですけど、そういう人もいるっていうね、まあ、そういう役職があって、僕自身はカウンセラーっていう役職は本当にすごいいい職業だと思っていて、でも経営したいってことだね、整のつまりは、まあ、そういう形にはなります。まあ、形上、まあ、どこかの法人に出資をしていただいたりとかして、まあ、僕自身こう現場に立つっていうこともいいですし、まあ、その経営立場でも全然大丈夫です。ちなみにどこのクリニックでカウンセラーされてたんですか？細井先生 の, あの看護師さんにもお世話になって、あ、はい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 、あのちょっとあお世話になりました。そうなんですか。かなりお世話になりました。一緒に働いたってことですか？あ、そうです、はい、
僕が泣いた時に慰めてもらいました。で泣いちゃったの？いや、まあ僕が初心者で、まあ、知識がなかったので、やっぱりそのクリニックで売り上げを作っていかなきゃいけないっていうので、まあ、いじめられたんだ。あ、いじめられてないです。ああ、そうなのね。はい、怖い怖い人いるからね、やっぱりね。究極の美容男子が来たって感じ。いや、すごいですよ普通に。けどその ね、そのなんかこの気持ちが自分向きなのか対外向きなのかが知りたくて、例えば結構モテたいから整形するって人いるじゃないですか、かっこよくなりたいみたいな、はいはい、それって外向きだと思うんですよね、はいはい、で自分を高めたいっていうのは内向きだと思うんですけど、どっちなんですか？僕はモテたいっていう希望はないですね。なんでだよお前モテたい言うたら出したのに。いやだな、なんだこれいやモテたい、いや僕はねどっちかっていうと外向き派なんで、はい、あ、なんかこう自分をねもちろん磨いていくっていいと思うんですけど、男って磨くとこいっぱいあるじゃないですか。例えばトークでもいいし勉強でもいいし、見た目ももちろんなんですけど、だけどどうしてもね女の子との兼ね合いっていうのが男性絶対あると思うんで、そういうのはどうなのかなと思って。あ、僕自身は、今回お店出して思ったのが、僕自身結婚捨てました。はい、は、結婚を諦めました。あ、結婚捨てましたって言ったの今。はい、捨てました。いや別に捨てなくていいですよ。いや、もう捨てます。自分の人生成功するためには、もうクリニック開業するためには、もうそういう何か犠牲しないといけないと思ってるので。もう一回拾ってあのポッケ入れとく。諦めます。結婚諦めなきゃいけないの？いや、それは前田先生。そうですね。そうですね。僕今言われた瞬間にあれ全員そうじゃんみたいなって。マッサンのおじさんが何を言っとるんや。自分の理想に近づくため強い意志を持って議論に挑む志願者、その思いに触れ虎たちの心が揺れ動く。次回後半戦、新しい未来の行方を見逃すな。そうとか言うのやめてもらっていいですか？あの、ね、モテるのよ。いや、甘やかしすぎやねん